これはやばいからこっちにするか。そう、一人だけね、マジで変なやついたんだよな。前回も変に送ってきたやつだったんだけど、それ最後に見せるわ。こいつ趣旨がちげーってやつ。最後にね、じゃあまだまだ紹介しきれてないべこなんですけども、最後に履き違えているおバカちゃんがいたべこですので、その方の、なぜか動画です。最後にちょっとおバカちゃんがいたので、そちらの動画を皆さんで見ましょう。こちらの方です。だろ、下雪だし、しかも1分も投げこいつ前もいたんだよ。前はね、画像だけだったの。画像今回動画にしてるからね、この人チラチラ見てくんなよ、寒いやろ。真冬の海沿いで寒いやろと。部屋じゃねえんだよ、お前のところだけ。なんか手にした牛乳ペコちゃんの好きな牛乳をな口のところこぼすなこぼすマジで教えてくれよ、どんな気持ちだよお前今。寒いだろうに。以上です。以上、部屋をね、履き違えたおバカちゃん。前回は画像でやってきたけど、今回は動画ということでね、タンクトップであんな寒い中に撮っていただきました。ありがとうございました。おバカか！マジ、体張りすぎだよ！寒いよ！あんな風邪行くよ！もう自分には部屋がないかのような感じべこでしたけども。はい、トゥン。はい、雪山でタンクトップ、こいつバカかと。いや、ペコラのつくばのぬいぐるみもって、お前何やってるペコなんで、外で。不審者にも程があるだろ、マジでさ。何やってるの、あんたは。寒い、風邪ひくペコラ。しかもこいつ、見てください、この人。筋トレしてる、筋肉自慢してんじゃねえペコだよ。今もさ、この状態で見てたら、ペコちゃんマジ拍手送れば。素晴らしい。でもこれビビるよな、これ。いや何やってんだよこれ。風邪ひかないようにね。いやでもありがとうね。